久保さんまあほぼ全て公開してますよね <laughs>、まあ、このやりとりができるのも間違いなく地球上の中で久保さん一人だけなんじゃないかなと思うんですけど <laughs> まあようやりとりしますねうんまああの今回はあのまあね久保さんの話でもあった誰かがっていうね こちらのね、えー、400何ページだったかな4 0四百一1ページだったような気がするんだけどな違うか折り線つけてなかったもなまあ久保さんのねこの話がねあるんですよ久保さんのね話があった432ページはい 432ページ。お客様のために死ぬ。タイトルこれにしましょう、大久保さん <laughs>。お客様、究極のマインドセット、それはお客様のために死ぬ。これです。このことは私が運営する塾の塾生さんが言った名言です。その塾生さんは、40歳を過ぎてからネットビジネスに参入し、数年で数億円の売り上げを作り、今では広島銀行のビルの最上階に事務所を構えるまでになりました。 久保さんという方なんですが、本当に素晴らしいマインドの持ち主です。では、なぜ久保さんが40歳を過ぎて中年オ父ジからスタートで成功されたのか、それは素晴らしいマインドを持ってビジネスに取り組んだからと思います。そんな綺麗事をと思うかもしれませんが、そうとしか考えられないから仕方ありません。この究極のマインドセットを持ってビジネスに取り組めば、結果が出ない、稼げませんでしたということは絶対ないです。では、具体的に何をしなければいけないのか、それは本書で書いてありますので、ね、何度も繰り返し熟読して学習してみてくださいと。と まあこれぐらいのね、マインドセットでね、これぐらいの気合でやってたら、稼げないってことないっすよ。うん。だから、この前もね、僕いただいたんですけど、お問い合わせいただいて、まあ、即動画アップして回答してたんですけど、こんなに早く回答もらえると思いませんでしたって言われましたからね。でも僕と久保さんの中では多分、多分、まあ、当たり前のスピード感覚ですよね。うん。多分、まあ、もう即、いくらでも回答できますんで、 僕、移動してなかったらいくらでもいけますよ、ほんに <laughs>。秒速、秒速ではないですけどね、アップロード時間かかるんで <laughs>。うん。だから、これじゃない、これやってるだけで信頼つくんで、なんだろうな、そんな難しいことじゃないですよ。早く対応するだけなんですよね。早く対応するっていう <laughs>。うで、早く対応できるかどうかってマインドセットじゃないですか。うん、早い、お客さんの対応を早くする。これって、多分マインドセットだと思うんですよね。 いや、例えば、これでね、反論があるとするならば、いや、吉谷さん、お客さんから質問した内容がわかりません。じゃあ、この対応できませんいただいた質問調べますんで、今しばらくお待ちくださいっていう対応できませんわかんなかったら。で、わかんなかったら、その、すいません、あの、お問い合わせいただいた件なんですけど、ちょっと調べるので、少しお時間くださいっていう対応して、後に、久保さん、こんな質問来たんですけど、みたいなね。吉谷さん、こんな質問来たんですけど、みたいなね。 まあ僕の熟成さんでね、今、あのー、言ってた、言ってましたよね。メルマガの読者さんからこんな質問来たんですけど、吉田さんどう思いますみたいな <laughs>。僕の読者じゃないけど、その僕の読者じゃない人にも対応するみたいなね。なんやねんっていうね <laughs>。いくらでもいけますけどね。だからそれはやっぱね、あのー、お客さんの悩みを圧倒的に聞いてきた。そこに対して解決策を、 こう提案し続けてきたっていうところがあるので多分ネットビジネスの悩み相談に関してはもうほぼ即答ですね、まあ、やってないこと FX とかやってないので僕はその FX に関しての即答はできないですけどこと情報ビジネスの、まあ、一応本も出してますけど情報ビジネス情報商材コンテンツビジネスの回答に関してはもう秒速でできます自信がありますね ただし、できるとしても、それをやろうとするかどうかはまた別なんですよ。だからこれマインドセットですね。できたとしても、できなかったとしてもできたとしても、それをやろうとするかしないかはマインドセットですよね。先ほども言った通り、その質問の内容の回答がわかんなかったら、すいません、調べますっていう回答はできるわけじゃないですか。でもそれをすぐするかしないかは、うん、どういう気持ちかですよね。 どういう僕が意識してるのはどういうことかっていうと、うん、なんだろうな悩みがあるわけじゃないですかでそれをできるだけ早くアンサーもらった方が嬉しいですよね、単純にで僕は特にビジネスしてるので信頼関係作りましょうって話しててじゃあ、信頼を作る上で早く対応した方がいいのか遅く対応した方がいいのかどっちがいいですか。 これでも、例えば分かりやすく言うならば、女性と LINE をして、あの、片思いでね、女性とこの LINE をしてるとするじゃないですか。で、まあその、好きな女性からあー、メッセージが来ました。で、既読してね、既読して、そのまま3日後に返信するのか、メッセージ来た後すぐ即答するのかによって、多分その、やりとりって全然違ってくると思うんですよね。うん。だからまあ、どういうその、気持ちでやってるのかっていうのが、 心構えってやつがビジネスにおいて実は僕は一番大事だと思いますね。どういう心構えでやってんのかっていう。まあ本当精神論ですよ。<laughs> でも精神論って僕思うんですけど、人って精神じゃないですか。やる気が出ないとか、モチベーション上がりませんとか、それ精神論じゃないですか。<laughs> ね、久保さん。<laughs> 精神論を言うと気嫌いするけど、精神論で動いてるっていうね。よくわからないんですよね、これね。<laughs> だからマインドセット、精神、心を、これが、あの、生きていく上で、まあ、何するにしても大事かなと思いますけどね。ただし、そこを大事と思ってない人もいますので、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思いますけど。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。